はい、どうも、沢田信也です。今回タイトル見て、聞きに来てくださった方がいらっしゃいましたら、誠に申し訳ないんですが、今回、ジュジュの奇妙な冒険、オールスターバトル、ゲームの内容をね、話す回ではございません。だいぶ前にですね、遊びで撮ったゲームのプレイ風景を、ただひたすら流す回になります。このままお蔵入りにするのももったいないなと思ったので、今回ちょっと配信する運びとなりました。そういうのがね、気に召す方がいたら、まあ、聞いていただければなと思います。今から約1時間ほど、ひたすらゲームのプレイ風景が流れております。ではでは。これ何屋さんなん？いや、特に。笹山、ジョジョの奇妙な冒険、オールスターバトルで、ランクマッチに。笹山さんが今から、はい、オンライン対戦に臨みます。どうしようかな。このランクマッチってこう、部屋を作って敵を待つっていうことができるから、はいはいはい、ちょっとそれで待ってみましょうかね。待ちましょう。まあ、はい、ちょっとわからないですけど、誰が来るかはわからないですけどね。誰が来るんですか？来るんかな。誰が来るんですか？来るから。こんな連休の終わった。今回どうするこれ？怖い。怖いな。全然怖い。これうちはこれは雑談でつなぐって怖い、ね。でもこの遊んでる人がいないこの時間。まあね、これ。なかなか連休中日は出かけてるんじゃないですか。まあやっぱ挑んでいく方がいいんじゃないですか、ね、挑んでいきますか。誰かがペケをしてください。ペケをしました。何オートで索敵してくれるってことですか。これ ランクマッチを選んでください。ランクマッチを選びました。でクイックマッチやったら、はい、自分の実力と関係なく誰かに当たる。でカスタムマッチやったら誰に当たるかっていうのをある程度設定できる。クイックマッチしましょう。クイックマッチしましょう。チャレンジャー。クイックマッチしましょう。ボコられてください。ボコられて。わからないですよ。わからないです。わからないです。わからないですよ。浅山さんがもしかしたらもうプロゲーマーです。プロゲーマーですね。梅笹さんですから。梅笹さん。笹原。満員らしいですね。弾かれましたね。いやね。これね当たるまで結構面倒くさいんですよ。もう一回やってみたらいいんじゃん。満員って何？満員ってすごいね。あの部屋があったけど、ね、先に誰かに入られたっていう。どうもこの時間帯なんかやってる人少なそうやな。頑張れよイギ。見つけるんや。イギめっちゃトボトボ歩いてるよ。いやトコトコやから。トコトコ。あ来た来た。来たああなんで？三度目の正直って言うから。あそうやね。三度目の正直って言う。この本編が始まるまでの時間長い。変な空気になる。もうならない。10分以内に本編行けばいいですから。まあね。いやいや。お来た来た。これ行ったんじゃない？時間的に。あ来た来た来た。これ来たんじゃないですか？おお、はい。決まった。早く丸を押してください。敵は、試合数が1616試合をしてる人。うわやばいやばい。めっちゃやってるじゃないですか。キャラクターはいつ選ぶんですか？次。よし行こう。これですね。はいジョセフ・ジョースター選ばれました。ジョセフ・ジョースター。おーっとジョウスケ来ました。東方ジョウスケですよ。あやばいやばいやばい。勝った勝った。大丈夫頑張ってよ。勝ったでしょ。1616試合の重さ。こっちは何試合何試合あの7試合7って相手でも相当多分油断してると思うから。そうそう雑魚暴れてますか、うん、そこがチャンス。よしよしでも最悪な戦いじゃないですか。かましたろかましたろ。いやそれジョセフ・ジョースターらしい。ジョセフの戦い方や。なるほどなるほど。イカ様的な感じの。ちゃんとあの全然グレートちゃうわ。メッセージを待つちゃんとした人ですね。おお飛ばさない人。こういいじゃないですか。ファンですね。あ近づいたもうめっちゃ早いめっちゃ早い。うわ強っ。ちょっと。お来た来た来た。かましたれかましたれ。お先生。おっしゃ。先生復活。シュート。おい。おおかわしたかわしたやるねおおキュイーンキュイーンおおなんかなんか見たことのないことしましたけどかなり有効にしてる
敵の動きがすごいこう滑らかですな。すげえ。何なんでしょうねこれ。敵めっちゃ強い。ボコボコになる。うわ。途中まで勝負やってみようなこれ。やばいやばいなこれは。なんだこれ。抜けられへん抜けられへん。ボコボコにやられてますけどね。あなんか電車から釣り取れてるから逃げな。あ演出が始まる前に終わった。いやちゃちゃ抜けられへん抜けられへん。これ難しいな。あの怒涛の攻撃をどうするかや、ね、どうするかですね。とりあえずあの ガードをしましょう。ガードを。いやガードねできないんですよ途中で。もう全部あれやコンボになってるんやだから。もう最初の一撃を防御せんかったらあかんねん。最初衝撃を食らうと。これをさっきもやったんや。この後向こうが止まらなくなったんや。だからこの後が怖いね。あカチンと来たんやね多分。おでも来てる来てる来てるよ。あ、あ、ハマった。あ、来たな、これ。あの技強いな。逃げてる、逃げてる。めっちゃ逃げてる。あ、わかった。そうか、そういうことか。こいつのやり方わかったぞ。お、来た来た。カグネマスターが目覚めた。覚醒した。いや、裏回ってくんねん、ここでな。うんうん。あれやねんな。まくってくるね。あー、抜けられへんな。うわ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 。うわかなり削られて追い打ちが追い打ちすんなよ。追い打ちしてくんねんもんな。やすごいね。つえ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 。うわこれは強い。これはあかんな。これは強い。これはあかんぞ。もうさすがにちょっと1600試合やってるから。そうですね1600試合さすがにちょっと試合にならない。強かった。僕もあんな動きをしたキャラクター初めてあんなことできんねんやすごいすごい。まあ、でもグレード D やからね。まあねあこれ自分がですよ。あこっちか僕たちがこっちがってことか。それは D ですわなそら。ちょっとあのクイックマッチは敷居が高すぎる。そうです敷居高い敷居高い。あのカスタムマッチで自分のレベルに合った敵を探しましょう。でも今ちょっとね火ついて火ついて。いや多分ねあカスタムマッチした悪評が立つ理由は分かった。えムカつくっていうのは。いやムカつくんじゃなくて一回ハマったら何もできないってことはありすぎるんやろ。ああ抜けられんね。俺正直別にクイックでもいいねんけど。ああじゃあどうしますか。もう一回こうクイックいきましょう。ちょっとおもろない。おもろおもろ。こっち7000でさ1000とかさしかも相手の動き見れるの楽しいやん。うん、うん、確かに、ね、あれが多分ムカつくんでしょ。うんムカつくムカつく。それは何もできないっていう理由で格闘ゲームから離れていく人もたくさんいますから、ね。うんうん、そう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 。いやなんていうのゲーセン世代ですから。ああ、僕の場合だ。そうそうそう。ゲーセンと違ってこれお金かかんないから。ああ、そうやね。負けても、うん、全然嫌じゃない。なるほどなるほど。強っていう。もしこれが100円入れてたならば。100円入れてたならばクソゲーですよ。ふざけんな。いやそれはクソゲーですよ。起きた起きた。お来たよ。さっきのと全然。あまだ向こうは360試合。あ全然もう。全然もうこれ。ひよこですよ。全然ひよこ。いやいやちょっと待ってちょっと待って。でも我々何試合でしたっけ？今ので8試合だった。今までさっきよりも強くなってますからね。うわ。まあ、2桁来ましたよ。敵はジョナサン・ジョースター。我らはジョセフ・ジョースター。ジョセフ・ジョースター。波紋使いですよ。これはこう 肉体的な戦いが。いいですね。また相手油断してると思うから。はい。8戦目ですからね。8戦目ですから。やり方が分かんなくてクイックにしていると思って。そうそうそう。そういうイカ様から始まってるから、ね。先制攻撃します。先制攻撃。買い始めた。ガツンいってきました。だからとりあえず最初僕はダッシュしないですから。なるほど。ああ。ダッシュの仕方も分かってないです。ちょっと嘘のジャンプとかしてみたら。あそう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 。そうそう。あの、ま、だ初めて。あもう食べられてる。食べてる。あもう食べてるって。食べてるって。だいぶ貯めてるよ。いやいやめっちゃ貯められてますよ。めっちゃ貯められてます。めっちゃ挑発してる。挑発してる。あ、怒った。怒ってきた。あかんあかんあかん。何をするな、出た。何をするな、出た。おー、いいよ。あー、おー、来た。決まった。おっしゃ。いけるいける。これで腹立ってますよ。もうそろそろ絶対ぶち切れる。ガードを大事にする。ガードを大事にしていこう。いや逃げます。うわーつうわーうわーこうしましょう。よけたよけた。いけるいける。
ナイスナイス。おお来た。ちょっとあれやってあれやって次にお前をやって次のお前を。そんな余裕ある？投げられた。そんな余裕ないよ。ちょっとあのどこかで次にお前はを入れます。それを目標にしよう。これはでも。あ減らされてくんなゲージ。投げられた。戦い方分かっとるな。分かってますね。やっぱこう出すぞ出すぞやったらバレるから強い強い強い。しかも波紋を試させへんっていうね、うん、でもね結構さっきよりもいい戦いしてる、うん、いい戦いしてる。やっぱ強さは若干和らいだね。そうそう1600の強さとは、うん、まだ戦える。ああでもいけるかも。いける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 。あともう少し。おっしゃいった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 。もうちょっともうちょっともうちょっと頼む頼む頼む。お願い。おっしゃー出た。まさかのクラッカーブーメランでサクッと。敵ちょっとあのメッセージ飛ばしましたからかなり怒ってますね。敵絶対消えてる。敵絶対消えてる。あ食べる。こっちも食べたれ食べたれ。おーナイスナイス。お連続攻撃をどうさばくかな。あよしよしよし。あもうあ敵の戦法分かった。お、うん、俺も分かってん。分かった。もうまず嘘くそ。まあ突っ込んでくるよね。そうやね。まずあの波紋をたくさん食べたいっていう彼の性格が。とにかく食べたい。とにかく最初に波紋をマックスにしたいっていう彼の性格が分かった。几帳面やね。あれ投げてきやがんな。あかんな。やっぱバレてますね。でもねしゃがむの癖なんですよ。ああ多分上品一回食らってからずっとしゃがんではるんですよ。なるほど。おお来て来て来て来た。大事に大事にこう大事に。いけるいけるいけるって。あかん。ああかんな。あ入る。あ入らなかった。ああやばい。赤いとこ入ったらなんかやばいんちゃう。やばいんちゃう。アクシデント起こる。やばいやばい。あかあかあか。離れろ。あ、ちょっとちょっと。引かれた。アクシデントが起こる。ステージのトラップに引っかかってしまいましたよ。ゾンビみたいなやつが来た。しかし、あとちょっとね、あの、うん、左側じゃないとね、ダメっぽい。あ。やっぱそう、あそうか、うん、あ技が出ないパターン逆やったら覚悟できてんのか。ちょっとなんか左行ったり左行ったり右で戦う覚悟できてんのか。敵近いところでしゃがんでる。投げたり投げたり。あでも強い強いやるな。結構なんか敵ちょっとなんかちょっと本気だったね。本気だった本気だったね。完全にめっちゃ見られてるよこっちで。こっちの動き見られてる。ここやねんな。やばい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 。でもさっきも言ったけどマクリの戦法がやっぱ基本なのかな。まあ基本格闘ゲームだし。完全にバカにしてる。バカにしてないよ。ダメよ。立派な技ですからね。ジョセフとしては立派な技やからね。そうやね。ちゃんと逃げるんだよっていう技がついてるからね。逃げっぷりもさすがやね。やっぱジョセフは。ナイスナイス。追いかけてくるからね。相手波紋マックスやけどね。あやられる。ああ。やられた。あ出られた。やられた。ハート震えた。これ決めたかったやろね多分。いやーでもかっこいいね。うん。八十四ヒットやでだって。すげえ。すごいわ。いや。サンライトイールオーバードライブでやられましたよ。ねえ、まあ敵ながらあっぱれでしたねやっぱり。でもなかなかこう戦えた方がいいですか今回、うん。いい戦いになっていいなんじゃないですか。次あたり多分勝てると思う。とか言ってて次また戦。2000ぐらい来たらどうしよう。2000ぐらい。今ので僕たちの試合数9になりました、ね。9。次が大台ですよ。じゃあ2桁来たらちょっと。次が大台ですよ。相手もね。相手もマッチングするのも結構。うん、これどうなんやろな。次はちょっともうちょっと下のそうですね。せめて100、200ぐらいの人やったら 100ぐらい来てそれで買ってちょっと景気つけたいですねやっぱ。いやまあ来たもうか317です。ああま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 あ一緒ぐらいですね。でもジョリーンちょっと厄介やね。
あれはね、使用キャラじゃないですよ。あ、違うんか。飾り。飾りか。あ、でもジョリーン。やっぱジョリーンか。やっぱジョリーン。あのね、先ほど、はい、僕あの修行を積ませていただいたんですが、はいはいはい、修行の成果が半分以上出せない。おお。なぜならば敵がすぐ走ってくる。そうですね。なんだか出せない。さっき嘘ジャンプ、嘘ジャンプ。初心者ですよっていうふり。そこからちょっとはめていきましょう。そうですね。そうやね。今回波紋溜めてこへんしね。そうそう、もうスタートと同時にちょっとジャンプしてピョコピョコ上を捨ててみましょうか。あれ服が違うの。おお、すげえ。でもやっぱこの人もなんかメッセージ残してくれる人やから。オッケーオッケー。走ってきた、走ってきた。どうしたらいいの。とりあえずやられてしまうな。やられといたら、ね、強い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 。めっちゃ強いよこの人。なんなんこれ。いや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 、ちょっと待って。いやいやいや、めちゃくちゃめっちゃ強いこいつ。すげえ。あっという間に体力が半分。うわうわうわ。あのね、動けないっす、リアルに。これやばいぞ、パーフェクトやられるんだ俺。あ、来た来た来た。よし、いけいけいけ。最後は行った行った。ボコレボコレ。こっからや、こっからやで。俺たちの戦いこっからやで。半分食べるんかい。やべえな、ちょっと息をつく間がないぐらいの。やばいやばいやばい。また逃げる。めっちゃ逃げる。めっちゃ。あ、やばいやばい。あー、捕まった捕まった。くそー、今軸移動してんけどな。あっかーって。やばいやばいやばい。あー、もう。めっちゃ強い、この人。強すぎる。これね、逃げれないっす。やばい、めっちゃはめられてますよ。うわー。うわー、強い。これは強いわ。これは強い。これは強い。1600戦やってる人よりも強いよ。うん。そうやな。どう考えても。このスタンドで攻撃しつつも本体でも攻撃するし。すごいよね、なんか。これはちょっと、どうしようもないな。あ、あの、次にお前はっていうあれを、はめましょう、はめましょう。次にお前は何とかっていう。それを決めて屈辱的な、ね、屈辱を味わわせましょう。よっしゃ、来た、よっしゃ、来た。よっしゃ、来た。来たもうこれで、これで買ったも当然や。こっちにはその技あるよ。見せる、見せる、ね。あ、技あるじゃん。ダメージ技ちゃうからな。あれあれあれ、あの、またまたやらせていただきました。一回ちょっと、楽しい。あれね。それでちょっと、めっ全然逃げねえ。カウンター決めるどころかね。すごいわ、この人。絶対もう切れてますもん。うん、めっちゃ切れてる。完全に最強になってもらう言われてますもんね。完全に怒って怒らしてしまった。怒らせて怒らしてしまった。完全に怒ってる。だってやれやれだわ、言わされたんですからほら。確かに、ね、絶対怒ってるよな。もうもう動かしてきた。よし、できた。2回目、2回目はね、自分やれやれだれってやつ。あー、うわー、ガード、あー、やられた。読まれてたんじゃん、さっきの。遅い遅い、先生も先生も動く。もうこっちのエネルギー、体力1ミリぐらいしかないですから、一発食らって死にますよ。あ、逃げた逃げた。もう一回かな、次にお前は。最後は、あー、うわー、なんなんこれ。これすごいよ。なんなんこれ。いや、でもこの人は強いわ。強い強い。まあでも2回決めれましたからね。次にお前は。いや、あれね、ちょっとね、コツ分かってきた。分かってきた。ただあれって何、相手の体力何もない。そうそうそう。相手の気力ゲージみたいな。あれは相手をあの強くするだけ。そうそうそう。だってあれ腹立つと思うもん、絶対オンラインでやられたら。でも2回やられた。2回目めっちゃムカつくやろ。ムカつくと思うわ。まあ、決められたことにもムカつくでしょうしね。そもそも敵のキャラクターが僕の見たことのない姿をしてるので、ね、相当やり込んでる、相当やり込んでる人ですよ。いきますか。え、まだクイックマッチ。クイックでいきましょう。いや、クイックでもおもろいな。クイックでちょっと1回勝ちたいね。ああ、今でこちら10戦ですから。10戦やから、そろそろ相手も、あ、こいつ初心者ちゃうなっていう。僕はまだ試合数的な意味で1勝しかしてないですからね。334試合の猛者です。猛者ですね。勝利数が214って書いてましたから、お、勝ち越してる人です、ね、勝ち越してる人か。でもまあ、
懲りずにジョセフ・ジョースターで、まあ基本これしか使えない。あ、やっぱディオ来た、ディオ来た、ディオ来た、ディオ強くない？ディオは結構ネット上でも強キャラの方。あ、これはディオな、返してくるやつあるやん、うん、カウンター、あれが怖いわ。あの下手したら時止められますから ね、やばいやばいやばい、ザワールド来るぞ。あ、そっちか、吸血鬼じゃない。あ、そう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 、まだあの最初ジャンプジャンプ、あ、初心者ジャンプ初心者ジャンプ、ないって近づいてるよあのダッシュができへんねん。なるほどなるほど、ジャンプで近づいてる。なるほどなるほど、ぴょん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 向こうに近づいていってみましょうあ、でも見せてくれる人や、ちゃんと最初のメッセージみんな飛ばさないです ね、で2試合目なんか飛ばすのそうや、だんだんね、もうあかん、動きがなんかよし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 、初心者っぽい。でも相手の動きがなんか明らかにちょっともう、うわうわうわ、強い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 。いや、でもジョリーンよりもいけるいける、ジョリーンより。めっちゃなんか吸い取られてる、チーズされた。でも本当うまい、なんか知らん技がいっぱい。最高に入ってやつ、僕の見たことのないたくさん見せてくれますね。うわうわうわ、でも全然スタンド出さないんだね。今上皮出た、今上皮焼けた、ほんま。この人普通に強い、強いね。あのそういうコンボがどうとか、うん、はめ方がどうとかじゃなくてめっちゃ強い、隙があんまない。お、決めた決めた。もう最初にあの超必殺技を出してしまうのはどうかっていうとこじゃない、こっち側としては。これでゼロになるからさ、次は。あ、ほんまやね、これ強いな。なんか無駄に向こうは超必殺技を出してこない、ね、堅実な戦い方をしているから。あんまスタンドを出しっぱにしないよ、しない。この初心者ジャンプ、初心者ジャンプもう効いてないんちゃうかな。お、来てる来てる、今んとこ優勢優勢、いいぞ。あかんか、シャンディー落ちるんじゃん、これ。ああ、抜け柵、抜け柵出てくる。ちょっとなんかちょっとあれ、こいつ弱いなみたいな。ああ、ちょっと思われましたか、舐め始めてきたか、舐めプレイ始まりましたかね。舐めてると痛い目に遭うってことを思い知らせてやりましょう。あの技、あの例の技、例の技しかないなと。例の技。なんか来た、なんか来た。わあ、出た。出た。うわ。うわ。やべえ、死ぬ。うわ、時止められる。ああ。時止められた。めっちゃ時止められて、怒られてる。止まってんだ。あかんわ、強いわ。これちょっと真面目に強い人やね。真面目強いから。なんか無駄無駄。いやでもディオ強いね。ねえ、ディオ強いわ。これ僕の見たことのない絵ですよ。うん。いや、これはでもすごいわ。すごいわ。やり込んでたらこんななるんでしょうな。ディオもこんな格好なのかね。すごいな。再戦？え？再戦させてくれるってこと？あ、抜けたわ。ええわって、ええわっす、ええみたいな。もう負けはいい。いや、もうこの盛り上げるためのもうこのもうこの感じ、もういいかな。もうやったって、そろそろ、もうやったって、そろそろ本気出したって、覚醒しないと本気出したって後がないですね。後がない、これはもう勝てない。これ勝ってよ、頼むよ。誰が来るか、すごいこれ面白いけど、面白い。あ、600か、結構な猛者ですが、649やのに勝利数が552ってなってます。敗北を知らないです。かなり勝ち越してる人は強いやん。誰が来んの。わあ、ディアボロ来た。ディアボロか、それは強いでこれはちょっとやっぱ言ってた通りなんですね。まあ、ディオディアボロは強キャラとして言われてると。ジョリーンとね、お聞きしております。もうその3キャラめっちゃ当たってる。ついでジョナサンって言ってたよね。元ホールフォースとかだったり。ああ、ホールフォースね。ホールフォース使いおらんのか。500試合してるけど勝利数が5みたいな人ね。ホールフォースでも使い続けてる。使い続けてる。あ、飛ばしてる。こいつ愛がないな。やるね。なんだこれ。
また一方的にボコられるパターン始まってますけど。お、来てる来てる。当たってる当たってる。逃げた逃げた。お、逃げた。この超下座のあったら逃げれるという。あ、でもでも結構こっちの攻撃も当たら、当たらんでもない。当たってる当たってる。いけるかもしれん。いや強いっす。倒らさせてくれないっす。うわおーし、いいぞいいぞ。あの技あの技あの技あーうまいことやんな、見てんな、投げられた、完全に分かってたな。うわー、おおおお、飛ばされた時やりやんな。この中あのダウンさせてくれないっていうのがずっと殴られ続けるっていうのつらいです、ね、あ、またまた来た。あ、やばいやばい、これわざとそこにもう犯してるんかな。来た来た。あ、これわざとそこに、今のはすごいな。またやるよんな。またすごいな。逃がしはしないやな。やっぱり600度もなるとちょっと強さがまた一段違いますな。個人的にはやっぱジョリーンが一番ちょっと素晴らしかった。でも若干あれやね、ジョリーン、ディオ、ディアボロあたりに負けてると、あんまり負けた感もない。まあ、そうだね。あ、強いねんなって思う。あのね、分かった分かった。もう 今の時点で強い人たちはもうそのキャラしか使ってないんですよ。ああ、そうなんですね。だからそのゲームの評価がすごくそういう風にされちゃうのは仕方がないのかな。だからあのカスタムマッチでちょうどいいレベルの人と相手しましょうよ。どうしたどうしたいんですか。ランク同じ。おお、来た来た。これはもう楽勝でしょ。その人その人。もう楽勝でしょ。これはもうね、同じレベルですからね。楽勝です。びっくりするかもしれんね、もうなんか全然さっきと。それはこっちがまだ11だから、それは向こうからしたら20ぐらい。あ、40。あ、めっちゃいい感じの。いい感じ。全然いい。まだ戦える範囲の人ですよ。全然いける、これは。ただ相手が誰、何を使ってくるかよね。何を使ってくるか。おそらくディアボロやで。可能性はあるよ。こちらも女性、おっと、あ、ジョリーンか。もうでもさっきのジョリーンとは全然ちゃうと思うで、多分全然、まあ、向こうの試合数41ですからね、まだ戦える範囲なはず。全然戦えると思 もうむしろ勝てると思う。はい、じゃあやめてくれる。そうです。どうする、あの初心者ジャンプしとく。初心そらするでしょ。すいません、アイテムしてたらどうするんですか。始まったらでダッシュで逃げろ。あ、ダッシュ始まったらダッシュで逃げろ。ダッシュで逃げて、追ってきた時にジャックパンチでやるっていうのは1回まではできる。なるほど、あ、なるほど、なるほど。1回目なら相手油断してる。あれちょっと見たことない。やばいやばい、見たことないやつや。見たことないコスチューム、やばいやばい。お、歩いてきてる向こうの人。お、逃げた。様子を伺ってるぞ、相手は。そうね、ちょっともう、あ、これは、お、ちょっとあの相手も技、あの技の出がちょっと失敗してますよ。あるね、あるある。勝てるかもしれない、勝てるかもしれないよこれ。大事に大事にこう。おお、来た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 。いいぞ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 。敵もこうなんかちょっと攻撃にちょっと甘さがありますね。何これ。あ、釣り針があの赤いとこおったか。あー、やばいやばい。あー避けられへん。軸ずらしてる軸。あ、でもそれを超自信するかのごとくの。まだ体力的にはええ勝負してます。全然むしろ優勢。倒れ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 。おっしゃ、来た。 OKOKOK、 大丈夫、通じるよ、こっちの技通じる。いけてるいけてる。おっ、来た。あの正直言っていいですか、はいはい、めっちゃ弱いです。まあまあ、あのさっきに比べたら、うん、それはまあ、でもとても今楽しいです。僕らと同じぐらいの、ね、うん、そうだね、ついに出会えたね、やっぱり。でも同じレベルの人
の市内がね。ただこの人もあの慣れてきたみたいで。はいはいはい、お来た来た。ああ行けるな。お来た、お来た。あと少し行ける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 。なんでこう言うてる場合ちゃいますよこれ。あかん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 。やられてるやられてる。やばい死ぬ。まだいけるまだいける。うわあついて。いやそのこといらん。いやそこにやることちゃうって。そのこといらん。はっはっ。いや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 そこはほらほら。勝ったよ。おおやった、やっと一緒いける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 。ほらもう、まあ、相手怒ってる、相手怒ってんもん、相手切れてますね。ほらもうほら言うてますもん、ほらほら言うてますからね。かなり切れてますね。全力で倒してる。怖いよ。あもうちょっとあのちょっとさっきとおっちゃんきとちょっと変わってきてる。戦い方が変わってきてる、ね。完全にあれ人変わった。あれ人変わってんのこれ。なんやこれ。ちょっと待って。なんなん。いやいやちょっとさっきと全然ちゃうで。全然こっちの攻撃やってさせてもらってませんけど。さっき弟やっとったな。お兄ちゃん貸してみる。逃げよう。お兄ちゃんが縛れたるからみたいな。お。よし、いいぞいいぞ。あ、いけるかな。あ、来た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 。おっしゃおっしゃ。鏡はできへんのじゃんって思った。上位当たった。お、でも逃げるけど。そこがあの従来の人と違うところね。危ねえ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 。分かった、ジョリーンはスタンドでオラオラやって本体飛んでくるのがセオリーなんやな。ああなるほどね、はいはいはい。うわうわその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 ピンチやから。へへへ言うてる場合ちゃうって。やばい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 。釣り糸も来る、釣り糸。釣り糸が来た。お、いけるいけるいける。あー惜しい、うん、惜しい、強え。マジか。一戦目はあれやな、様子見てたな。いや見てた見てた。あほらほらもう走ってきてるもんなって。ほらもうお前、ね、でもいけるいける。相手の本気はここまで追い詰めたわけだからね。あのオラオラを食らわなければいいんですよね。うん、次飛んでくれ飛んでくれ。この後やねんな。あのオラオラを食らわないとしてもその後がね、やりようがね。お、来てる来てる。よしよしよし。こうせなあかんの大変ですね。やっぱその敵の間近でこうせなあかん。オッケーオッケー、大事大事。もういけるいける。ちゃんとガードしてます。あれはね、あの帰ってこい。っしゃおっしゃ。これたまに逃げるの有効やな。あが危ない、危なくなった。逃げよう、危なくなった。逃げそうそう、逃げて逃げて。あ、ちょちょジョナサン、ジョナサンじゃない、ジョセフらしい、ジョセフらしいね。もうあー飛んでくるから、飛んでくると見せけて飛んでこへんパターンも。あ飛んできたな。ちょっと様子見れますな、アイドルな。あぁやりやがんな。ジョリン、くそマジか、逆になりやがった。ちょっとあのでかいハンマーで殴っとってんじゃない。お正直してないな。でけえハンマーでちょっと殴ってみましょう。あがやられた、くっそ。あ強いな。いや多分ね、こっちの声が伝わってるんです。なるほど、俺が弱いって言っちゃったから。あちょっと本気になったな。まあ、試合数にしてまだ1勝もしてませんけど。そうやね、もうちょっとあと一歩なんですよ、ね、あと一歩。次カスタムでいい。いやでも同ランクっていうのにして、うん、とても戦いやすくなる。戦いやすく
まあ、一方的っていうのがね少なくなった。めちゃくちゃいい勝負してる。なんかクイックマッチとの違いはすごくわかりますね。でそこに慣れてくるとまた一回クイックに行って厳しさを学んでから学んでから、ね、また戻る。いやクイックマッチマジで効くって。どっちでしょう。どっちやろ。上から、ね、上から、あのアンテナが青くないと、あ上弾かれてしまう。いちいちなんか設定せなあかんのがめんどくさいな。そうですね、それはそうですね。うん、お来た来た来た、アンテナが一本しかなくない。やってみますか、うん、やりましょうか。多分おそらくすごくカクカクした感じの、どこでやってんの。オーカピートかしこまりました。おジョジョリオンのジョウスケですか。14やで、ね、おいいじゃないですか。見たの、あ全然いける。買ったばかり、全然おそらく中古で買ったばかり。あ安いからね今。安いから、安い。それ逆にディアモロとかじゃあ、お奥安、奥安来た。だから奥安を選ぶ人はジョジョ愛強そうな感じがするんですよ。ああなるほど。やばい空間削ってくるよ。もうあれですね、四角ボタン連打しかないです。まず基本それやからね、削られた瞬間に。基本それやから、あとガードを大切に、うん、ガードやね。ガードは弱いですね。ガードは弱い。やっぱり、ね、でも結構食らってますんで。まだ見たことない。また見たことない奥安出てきたの。こいつ強いぞ。強い強い強い。ちょっとかくったね。強いな。こいつ強いぞ。強い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 。全然試合数14の人じゃない感じ、うん、え、めっちゃ強いけど なんで腹立つな。ちゃんと挑発の仕方も分かってる。おきたいな、おきたいきたいきたい、ドーン、どうや。ていうかね、全然攻撃ができねえ。多分通信回線が遅いから、コマンド入れても伝わってないんですよ。見れんのうまいよね、でも、普通に。うわぁ、通信の問題なんかな。通信の。技が出なければ。弱パンチが全然出せへん。あ、ちょっとラグかもね。ラグかもしれないですね。投げだ。ああ。相手言ってもやっぱちゃんと間合い取るのうまい。おそらく相手も殴ってんちゃうかな。あおそらくあの技も予測で出してる気がする。あなるほどね。お決まってるよな。投げがな、連打してんのかな。投げもしかして。あ連打してる臭いな今当たったって。あ、まあ、基本、うん、投げを警戒したらこちらもこう仕込むっていうのは基本なんで、うん、ラグはでも厳しいな。アンテナ一本ないだちょっとあれですね。でも今アンテナさんうんうまいうまいうまいっつって。まあちょっとここに来てすごいこと言っていいですか。はい、あのジョセフの、はい、あのヨガフレームの技、うん、出す暇ないっすさあ気持ちをちょっと切り替えて切り替えてクイックマッチ。心折れるでしょ。切り替えてクイックマッチ。いける？いける？ちょっとまた。いやちょっとね、甘くなった。ああちょっとね。ちょっと厳しく。甘くなった。確かに確かに。自分に厳しく。厳しくよ。それ忘れた人間終わりや。お前。これでもう最強来てほしいよね最強。
最強の一番最強って誰なんやろ。一番最強何試合ぐらいやってんのかね。一番最強の人ってキャラ的にきついなって一番正直思ったの今のところジョリーンやけどね。ああジョリーンがきつい。ああ、あれはちょっとジョリーンやばいね。やってて楽しくないパターンですね。なすすべがない、はめられる、何もできないっていう。ああ、そんな、いや、このスコア多分真っ当に強い人っぽいスコアや、ね、157-137、うん、試合数294の勝利数が157、うん、若干勝ち越しみたいな。おっと、あー、ワムー来た。これは強いわ。ワムー強いもん。いや、燃えるよね。燃える燃える。ワムー先生、なんで猫背負ってる人なんだ。はぁ、これはでもやっぱ波紋の使い手としてね、ワムー倒しとかな、負けるわけにいかない、負けるわけにいかない、負けるわけにいかない。ただ僕はヨガフレーム出すからお、ちゃんとこれは見るやろね、こういうメッセージが。かっこいい。なんか変な色してるね。見たことない色。初心者ジャンプは忘れないように。おお今のはちょっとわざとな。なんだなんだあれ。やばい、強い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 絶対。柱なんなんさっきの。あれだ。うわわわわ。あ、めっちゃ強い。すごい。原作を彷彿させるこの絶望的強さ。ワムーはねダッシュができないんですよ。そうなんですね。うわー強いな。本当ね、全部あのガードがあのあれです。スタイリッシュ。うん、そうそう。おお、なんだこの人。すごい強い。あ、なんかスタイリッシュに決めてきますねこいつ。すげえ。避けてる。見て避けられてます。すごい。うわ。よし入った。やっぱりこっちの動き当たっても1回で終わるから、そやね、その次が続かへんな。なんかその後の何かみたいなのをこうしっかりと組むしかないんですかね、うん、このパターンをね、っていうのは。あー引かれる。馬に引かれる。馬が走り出した。おお、すげえ寄せた。赤掘り投げられる。あの、あ、やばい。あ、ごめんなさい。やっぱやるわ、すごいわ、きっちりしてるわ、ちゃんと研究してんねやな。なんか風のモードに。ほんまや、すごい強いわ。あの、でもちゃんと強かった。うん、強い強い。クイックモードの猛者たちは強いね。やっぱここでちょっと厳しさを知ったからもう知ったからいけますね。ただね、やっぱヨガフレーム出せないあれヨガフレームやったよね、ちゃうかったっけ。逆、初心者にありがちなあのコマンド忘れる。あ、コマンド忘れる。逆そして僕も覚えていません。どっちかでいけんの。あ、カスタムマッチですね。これである程度来た来た。お、これ電波状態も大丈夫そう。もう敵はいなくなったね。お、これでもこれでも余裕よ。44。あ、いけるいける。さっきやった人全然いける。いや、多分ちゃうんじゃん。あ、でも44さっき。でもほんまに強いね。強い、まあ、こんな時間に外で遊ばんと家でゲームやっといたら、ね、強いっすよ。もう多分これ部活みたいになってんじゃんね、多分ね。もうおお、ジョニー・ジョースさん、初めて、初めての馬やからね、相手。ああ、馬強いんちゃう。相手馬やからね。トラウマ、馬、トラウマやわ俺。お
ボコボコされたもん。ただジョニー足動かきませんから、よっしゃ馬から引きずり下ろせば、そしたらストンピングの話ですね。ストンピングができんの、リアルやった大問題やけど大問題これは勝てるやろ。てか俺みんな初めてやねんけどな。ああそうかそうか、どんな技をしてくるかすら。こうしてちょちょちょ、こうだけ言う。成人の遺体を拾われると強くなってしまうんでってことですよね。そうなの、ね、あ馬から降りた、あ降ろした降ろした、よしよし、おおしよし、ストンピングストンピングストンピング、あ乗った乗られた、すぐ馬来るなあれ。いやでもここおったらこいつ多分寄ってくるなと思って、よしよしストンピングストンピング、あ爪のスタンドが、骨を拾わせないパターン、作詞ですね。勝てるぞなんだって言ってますよこの歩けないものに対して遠くから石を投げるというこの卑怯な行為ちょっと地味な戦いなんて言ってますよもう馬呼ばんくなったわちょっと流してくださいよなんかしてくださいじゃあこいつでもしゃがんでるから当たんないあ当たらへんね、どうしたらいいんですかこれ。それはそれでジョニーはちょっと分かんないですね、わざとこの状態にしてるんかもしれない。ああジャンプ攻撃とかでパンチとかしてるから、下攻撃下攻撃何この何やねんこの何やねんこの何やねんこの今までやってきた戦いが一番地味な戦いがこれ広げるちょっと待って、これ逆に当たらへんねんけど、攻撃どうしたらええの。あそうか、負けてるじゃないですか、うん、いや攻撃当たらへんねんけど、それでイギーと一緒やねんけど、そうか、あハンマーハンマー、ああなるほど、まず馬から引きずり下ろして、馬から引きずり下ろして、なんか強かったな、強い、てかちょっと落ちてる、ちょっと落ちてるね、なんか強かった、いきなり強かったぞ、なんかちょっと舐めプレイされてますよ、投げたれ投げたれ、ちょっとラグが起こってる、ちょっとラグが起こってるね、せやねん、ラグはちょっとあれやね、あのちょっと よく分かんないです、操作感が今ラグがあるとどうしてもね、なんか戦いにくくなるわね、どうしたらいいんですか、向こうもなんか様子を見てますな、うん、おお。なんかめっちゃ遠くから攻撃されてる。これさ、あの今投げたじゃないですか、はい、あれ投げたやつ押しっぱなしだったら戻ってくるんですよ、はい、戻ってこないですもん、多分通信で途切れてるわ、あちょっとラグがあれなんやな、これはちょっと悔しい戦いだね、ただ馬を落としてからのも強かった、あ強かったねあれが先鋒なんかなと思うぐらい強かったよやばい、バトルスコアゼロになってもだもうさあ やるじゃあもうやりましょうか、もうゼロになったら今度、えゼロバトルスコアゼロ、バトルスコアゼロ勝ったばかりの人じゃない